シスキュー軍から見えるシャスタ・サンシスキュー軍は、アメリカ合衆国カリフォルニア州最北部に位置する、軍であり、オレゴン州との宗教のシャスタ・カスケード地域に位置する。2010年国勢調査での人口は44,900人だった。軍庁所在地はワイリーカである。自然の景観にあふれアウトドア活動ができ、カリフォルニアゴールドラッシュ時代の歴史もあるので、 州内でも重要な観光地になっている。シスキュー軍は1852年3月22日にシャスタ軍とクラマス軍の一部から創設され、シスキュー山脈にちなんで名付けられた。1855年には軍領域の一部がモドック軍に割上された。シスキュー軍はカリフォルニアセントラルバレーから太平洋岸北西部に続く、 シスキュートレールの中央部に位置している。シスキュートレールはインディアンの踏み固めた道をもとに、1830年代にハドソン湾会社の罠漁師たちが拡張し、さらにカリフォルニアゴールドラッシュ時代にフォーティナイナーズが拡大した。1851年、今日のワイリーカ近くで重要な金脈が発見された。あと、数多い山市がこの地域に満ち溢れた。 この時代の状況は、詩人で作家のホワキン・ミラーによる、ハンジジョデン風小説、モドック族の中での生活に詳しい。1880年代半ばにシスキュートレールに沿って、セントラルパシフィック鉄道が建設され、最初の観光の波が起こった。観光客は、軍内に多くある夏のリゾート地で、水を楽しむために訪れ、狩猟や釣りなど、アウトドア活動を楽しんだ。 サザンパシフィック鉄道がこの地域を通る鉄道線を数多い不思議の道と呼ぶことで地域の景観を宣伝した。1940年代初期、シスキュー軍では半分真面目にジェファーソン州を作る運動が起き、北カリフォルニアの州軍とオレゴン州南部の州軍を合わせて新しい州を作ろうとした。シスキューの語源は明らかでない。ある説では、 チヌーク族インディアンの言葉で、王の短い馬であるとされている。またある説は1852年に、修上院で議論されたことであるが、1832年に、ミシェル・ラ・フランボワとハドソン・ワン会社の罠領主体が、アン安福湾川を渡った時に6個の大きな石あるいは岩がそこにあったので、フランス語の名前6か、すなわち6個の石が、そのと価地点につけられたというものである。 さらに別の説では、ホーンブルック近くでクラマス川を渡るときに、スコットバレーを発見したことで知られる、ハドソン湾会社の別の罠漁師、スティーブン・ミリークがこの地域にシックスカという名前を付けたというものである。ダンスミア近くにあるモスブレーのタキシス級軍は地理的に多様である。軍中央部近くにそびえ立つシャスタ山から多くの湖、深い森、砂漠、シャパラル、 滝までがあり、サクラメント川やマクラウド川のようなマス釣りで有名な川もある。群内にはキャッスル湖やシスキュー湖など湖や貯水池が点在している。シャスタ山自体はウィンタースポーツの中心である。群西部のスコットバレー田園部は広く樹木の並ぶ牧草地があり、大規模な牧場を支えている。群北東部のビュートバレー、クラマス川下流、 トゥールコボンチなどの盆地部は、州内でも最も深く豊穣な土地があり、アルファルファ、ジャガイモ、ホースラデッシュ及び醸造用大麦が栽培されている。ビュートバレーは北、アメリカでも最上級のイチゴの苗を育てている。群領域の大半は深い森があり、松、モミ、オニヒバ、オーク、及びマドロナの木が見られる。また世界で11カ所しか生息していない。 気象種ュベーカーズサイプレスの木があり、シスキュー群内にはそのうちの5カ所がある。群内の天然資源は今日、スキー、スノーボード、ハイキング、マウンテンバイク乗り、キャンプ及び原生林でのレクリエーションに使われることが多く、歴史的な伐採作業は、連邦都州の規制のためにほとんどが行われなくなっている。湧き水は成長で量が豊富にあると見られ、全国に送られる。 水の資源になっているクリスタルガイザーの大きな工場が、ウィードに近いシャスタ山のふもとにある。シスキュー群は、面積で6347平方マイルと、カリフォルニア州の第5位の群であるが、人口では2000年時点で44301人と58、群のうち第44位である。面積では、 アメリカ合衆国50州のうち3つの州よりも、大きい。ホーンブルック・ホースクリーク・クラマス・リバー・クラマソン、レークシャスティーナ・レックシス・キュー・マクドエル・マクラウド、マウント・ヘブロン・マギンズ・ビル・ソーヤーズ・バー、セアド・バレー・テナント・トンプソン・クリーク・カリフォルニア州道96号線、カリフォルニア州道139号線、カリフォルニア州道161号線、カリフォルニア州道263号線、 カリフォルニア州道265号線シスキュー交通ジェネラルエクスプレスが軍内の人口が多い地域をつなぐバス便を運行している。アムトラックはダンスミュアに停車駅がある。アムトラックはサクラメントからオレゴン州メドフォードまで高速バスを運行しており、ワイリーかウィード、マウントジャスタ及びダンスミュアに停車し、 サクラメントとストックトンでアムトラックの列車への乗り継ぎを可能にしている。シスキュー軍はビュートバレー空港、ハッピーキャンプ空港、スコットバレー空港、シスキュー軍空港及びウィード空港を所有し運営している。すべて一般用途空港である。ダンスミュアシエーモッド空港とモンタギューワイリーカ、ローラー飛行場も軍内にある。国内商業便を利用できる。 最も近い空港は、軍の北、オレゴン州メドフォードにある、ログバレー国際、メドフォード空港、軍の北東、オレゴン州クラマスフォールズにある、クラマスフォールズ国際空港、および、軍の南、レディングにある、レディング市民空港である。シスキュー軍は、アメリカ合衆国大統領および、連邦議会選挙で、共和党の強い地盤である。大統領選挙で、 民主党が多数を取ったのは1992年のビルク・リントンが最後だった。アメリカ合衆国下院議員の選挙では、軍内の大半がカリフォルニア州第2選挙区の一部であり、カリフォルニア州議会下院議員の選挙では第2選挙区、カリフォルニア州議会上院議員の選挙では第4選挙区に入っており、これらすべて2010年時点で共和党議員が務めている。 2008年の明大8に関する住民投票で、軍内投票者の60.1%は法案に賛成した。これは、同性同士の結婚を禁止するためのカリフォルニア州憲法修正案だった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。収入と家計軍内のかなりの部分がシスキュー産地とカスケード産地の中にある。 森林地帯であり、量的に大熊谷市とモミの根性林が多い。カリフォルニア州で広く自生する固有一つの木の北限にあたる。クラマス国立の森は面積170万エーカーあり、シスキュー群とオレゴン州弱村群にまたがっている。ありがとうございます。